上にある商店主や北住屋らなどが被害を受けた松山城放火事件は1933年7月9日に愛媛県松山市の松山城が放火され消失した事件。この放火犯人は他にも多くの建物を放火しており、別名を西日本13府県連続放火事件とも言う。放火犯が 最初の犯行に及んだのは1932年9月15日のことで、まず道後温泉にある道後ホテルが炎上し、19時間後には近くの総統集合国産吉安寺も炎上した。当初警察は失火か放火かを断定していなかったにも、かかわらず地元新聞社は放火によるものと憶測記事を掲載した。これは松山のシンボルである、 松山城が標的にされることを恐れて継承のためであったが、不幸にもそれが現実になった。そして1933年7月9日に松山城が放火され、天守は累承を免れたが、小天守、南北住屋倉、多門屋倉が消失した。その後地元紙、海南新聞に対し、 放火犯からと思われる手口を詳細に記した手紙が寄せられるようになったが犯人はなかなか判明しなかった。犯人は1932年から1936年までの4年間に45箇所に放火し被害額120万円を与えた。放火したのは寺院や学校などの大きな建物で松山城のほか和歌山県の天理教和歌山教務、市長。 那覇の沖縄県立第二高等女学校が消失した。また、熊本県では列車妨害事件を引き起こしていた。熊本県警察は放火現場に、死と脳が付着した紙くずから犯人の特定に成功。折しも愛媛県に朝香宮訪問に伴う厳戒態勢にあった1936年5月に、宇和島市に偽名で宿泊中の古川某を逮捕した。 古川は当時梅毒に罹患しており、そのため手足から血海が吹いていた。逮捕後西日本各地で学校や寺院などに対する45件の放火と列車妨害に加え8件の窃盗を自供し、同期として火を見ると興奮するや焼けば大工や盛官の仕事が増えるなど屈折した心理が垣間見えていた。犯人の男性は福井県で生まれたが、 家庭環境に恵まれず、そのため少年の時代から常習的に窃盗を繰り返しており、連続放火犯として逮捕された時には、前科7犯で刑務所と一般社会を往復していた人生であった。一連の放火で犠牲者は出ていなかったが、1937年11月12日に松山地裁は刑法の放火罪では最高の死刑を宣告し、 二審の広島控訴院も控訴を棄却し、1939年9月15日に広島刑務所で死刑が執行された。ありがとうございます。